さんこんにちは、安倍氏です。このチャンネルではミステリー小説に関するあれこれを紹介しています。本日のテーマはフェルディナンド・フォン・シーラッハ著、犯罪です。普通の人が犯罪者に、刑事事件弁護士である著者が現実の事件に財を得て書き上げた短編集。今回もおすすめポイントを紹介しつつ、ネタバレなしでレビューをしていきます。今回紹介するのはフェルディナンド・フォン・シーラッハの犯罪。一度聞いたらなかなか忘れることができないインパクトのある名前だと思います。おそらくあまり聞いたことないよっていう方が多いのかなと思いますが、シーラッハは現代ドイツミステリーで注目すべき作家の一人です。フェルディナンド・フォン・シーラッハ、フェルディナンド・フォン・シーラッハ、フェルディナンド・フォン・シーラッハ、フェルディナンド。本作はドイツでベストセラーとなった後、30カ国以上に翻訳され、日本でも2012年本屋大賞翻訳小説部門で大賞を受賞した作品です。ちなみに今年の本屋大賞翻訳部門大賞を受賞した作品は、以前書評したこちらの笠崎殺人事件です。この表紙もよく見ていただきたいんですけど、本当におしゃれでかっこいいデザインになっています。後ろはこんな感じです。これが実は短編の小タイトルになっています。不気味な雰囲気なんですけど、本当ね、デザインが全体的におしゃれなんですよね。文庫本の方は単行本とは違うデザインになっています。内容も上のパートが追加されているので、今から読む方はこちらの文庫本がおすすめです。文庫本は解説まで含めて277ページになっていて、そんなに分厚くはないかなという印象です。後編作品ではなく、実は11編からなる短編集になっています。収録作品はこちらの11編になっています。1話1話がとても短くて、短いものだと10ページぐらいの作品もありました。文庫本の裏に書かれているあらすじを読み上げます。一生愛し続けると誓った妻を殺めた老医師、兄を救うため法廷中を騙そうとする犯罪者一家の末っ子、エチオピアの乾燥を豊かにした心優しき銀行強盗、魔に見入られ世界の不条理に翻弄される犯罪者たち、弁護士の著者が現実の事件に財を得て異様な罪を犯した人間たちの真実を鮮やかに描き上げた珠玉の連作短編集。ここまで紹介した内容でなんとなくお気づきの方もいるかと思いますが、普通のミステリー小説ではありません。紹介文の中でも現実の事件に財を得てと書かれている通り、現実の出来事をモデルに書き上げられた作品となっています。フィクションとノンフィクションのこう境目みたいなものが一読した限りでは全くわかりませんでした。個人的にはハリネズミとエチオピアの男という話が好みでした。本作の特徴を挙げるとするなら、重たい、静か、でも面白い。もちろんいい意味なんですけど、どうしてこんな作品を誕生させてしまったんだっていう、そう思わざるを得ないような、苦しみつつな読書が続いていたんですけど、最後の話がエチオピアの男っていう話で、その話にたどり着いた時に、ここまで最後まで読んできてよかったってなりました。もうただの人が犯罪者へと変わっていく様子が描かれています。どのように犯罪を犯してしまうのか、その人物が犯罪へと至る過程が淡々と描写されています。収録されているどの短編もとても静かな印象を受けました。普段読んでいるミステリーと一番違うなって感じたのもこの部分で、シーラッハさんの扱った事件の報告書を読んでいるような感じになりました。もちろん小説なのでストーリーはあるんですけど、こう起伏がある感じではなくて、平坦なイメージですね。短編なので過不足ない分量で書かれていて、とにかく内容が濃いです。そんな雰囲気なのでフィクションと分かっていながらもとてつもないリアルさを感じてしまいました。おそらく多くの刑事事件に関わってきた著者の経験が存分に反映されている結果なのかなと思います。グロテスクな描写が登場する話も多いので、苦手な方はもう本当に注意してください。ネタバレではないと思うので最後に一つお伝えしておくと、ぜひあるものに注目しながら読み進めてみてほしいです。物語の一番最後に、はい、こんな一文が書かれています。最後唐突に現れるので、解説を読むまでは全く意味がわかりませんでした。実はこちらの作品には、どの短編にもあるものが登場しています。ミステリー小説と言いつつも、文学作品に近いような印象を受けました。あるもの含めいろんなものをこの作品の中に落とし込んで書かれているんだろうなっていうふうに思いました。深読みしたらめちゃくちゃ楽しそうな作品だと思います。一度読んだよという方もぜひ再読してみてください。と
というわけで、フェルディナント・フォン・シーラッハの犯罪をネタバレなしでレビューしてみました。一作読み終えては本を閉じてうなだれてっていうのが続くと思うんですけど、怖かったけど途中読むのをやめることができませんでした。この作品読みながら何度も心が折れそうになると思います。でもぜひ最後のエチオピアの男まで読んでみてください。救われた気持ちになると思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。